ああ、本当だ。はい。あ、皆さん、こんにちは。A フォーラムの斉藤です。だいぶコロナも落ち着いてきたんで、ちょっと、最初だけマスクを取らせてもらいます。すでに皆さんに、何回かお知らせしていますが、空間構造デザイン研究会、KD 会が、第0回の、キックオフからですね、始まりました。で、まあ、研究の趣旨については、ここに書いてあるように、ホームページ等でもまた見ていただきたいんですが、まあ、いずれにしても、我々の先輩あるいは同僚がですね、大変の意味では、たくさんの業績を残しながら、ちょっと我々の近くからいなくなったこともありまして、まあ、ぜひ、こういうような、建築と、まあ、技術の問題をですね、これからも継承したいということで作りました。で、大きく言ってパート1とパート2に分かれておりまして、パート1は、今起きている様々な興味深いプロジェクト、あるいは問題等をですね、随時、まあ、2月に1遍ぐらいのペースでやっていきたいと。で、パート2の方は、まあ、空間構造という、少し特殊ではありますけれども、非常に歴史があるし、それから前回の東京オリンピックから始まったですね、非常に大きな仕事の流れがありますので、まあ、そういうことを時代を追いながら少し歴史的な観点から展開しようと、まあ、そんなようなことであります。ということで、今日はパート1の実は第1回ということです。ということで、第1回のですね、方に、どういう方に来ていただきたいなと思ったんですが、今日はですね、福本さん、動かないかな。動かないですか？いや、右の、そっちじゃないですか。じゃあ、動かない。すいません、ちょっと動かなかったので、もう一回共有します。はい、ありがとうございます。まあ、だいぶオンラインも慣れてきたんですけども、今サポートのフォーツさんがいないとなかなかもいきませんが、たくさんの今日、Zoom あるいは YouTube にですね、また参加していただきましてありがとうございました。ということで、今お話のパート1、空間と構造の交差点、話題のプロジェクトやテクノロジーをめぐってということで、今日は鉄のデザインというフレーズのこうテーマをちょっと、考えてみました。で、パネリストを3人お呼びすることにしまして、まあ、皆さんご存知だと思いますが、有名な岡田聡さん、佐藤淳さんが今日は気仙沼からですね、高橋和志社長も参加するということで、ここにありますような、まあ、最近できました非常に魅力的な、プロジェクトをですね、私も岡田さん、佐藤さんのプロジェクト、果実にしていただきました。これはもうぜひこの旬な話題をですね、届けたいということで、第1回のパネリストになっていただきます。まあ、鉄というのはいろんなテーマもありますが、まあ、今日はその中でも少し我々の目に触れることは少ないかと思いますが、非常にこう、センシティブでですね、しかもしっかりした構造体としても成立するような新しいその鉄のデザインですよね。これを紹介していただきながら、お三方の、まあ、建築あるいはものづくりに対する考え方などもですね、お聞きしていきたいと。で、後半の方で最後の方に少し時間を取りまして、ズームに参加する方々、それから今日は、幹事の人も、7、8名おりますが、そういう方々を中心に、ちょっと二人に、いろんなご質問、あるいはコメントをですね、いただきたいというふうに思います。で、後半の司会は多田さんにお願いしますので、本来はパネリスト1時間ぐらい時間がないと
ご不満かと思いますが、まあ、その辺は、ちょっとまたの機会ということで、とりあえずスタートしたいと思います。ということで、最初に建築家の岡田聡さん、自己紹介を含めまして、よろしくお願いします。はい。いいよ。ここでいいのかな？あ、どうも皆さん、こんにちは。岡田です。うん、先ほど斉藤先生の方からご紹介を預かりましたけれども、僕、日本でこういったレクチャーするのはほとんどないんですよね、機会が。海外がほとんどでして、なかなか、稀な機会なんですけれども、まあ、今日はですね、鉄のデザインということで、お話を、お願いしますということで、ついこの間、と言いましては、まあ、2年前ですかね、コロナが始まる前に竣工したプロジェクトが一つございまして、でそれを斉藤先生、先ほどおっしゃられたように、斉藤先生、この間、先月でしたでしょうかね、わざわざ来てくださいまして、そこで一通りお見せした、そういう経緯がございます。で、まあ、ぶっちゃけた話、何をじゃあ設計したかと言いますと、ガレージですね。車のガレージです。で、まあ、これちょっと先に進めますね。で、これちょっと、本当は自己紹介がてだと思って、よく海外で、お話をするときに、自分の、まあ、どんなことやってきたかをお話しすることから始めているので、まあ、ちょっとこれをお持ちしてるんですけども、実は建築の設計を始める前に、コロンビア大学の大学院に修士課程に入ったんですけれども、デザインをしようと思って行ったところ、図書館がやたらと素晴らしくてですね、でしかも大学の先生もとても素晴らしい方々がいっぱいいて、その中で、特に歴史の先生がすごく面白かった。で、左側に写ってる先生は、今、ピラネージの原図を指さしながら、まあ、向こうのゼミっていうのはこういうふうに、もう本当に7人ぐらいで、これ、レアブックライブラリーっていうところに入って、で、もう18世紀当時のものを、生のものをこう、教材に学ぶわけですね。で、もうそう、で、まあ、あと、そうですね、真ん中がケネス・ファントンで僕の師匠で、右側にちょっと隠れちゃってるかな。フランチェスコ・ダルコーと言いまして、カサベラの編集長で、まあ今、ベネチア建築大学の歴史学部の教授はもう退任されてますけれども、まあ、依然として今も交流があって、で、まあ、こういったなんかし、どっちかというと歴史の先生たちと、気が合うと言いますかですね。歴史のことをずっとやってて、まあ、10年ぐらい、帰ってからも、実は桐敷進次郎先生もお亡くなりになっちゃいましたけれど、ちょっと面白いやつがいるんで、西洋建築史研究会って当時あって、で、それに、で、話をしなさいっていうことで、約4時間ぐらいぶっ通しで、話をしたら気絶した人が何人かいましたけれど、とにかく先生は、随分気に入ってくださってね。で、教著まで一緒に書いた、ことがございます。それはピラネージについてたんですけどね。で、まあもちろんその18世紀の建築の歴史をやる、イタリアをやるっていうことは、当然古代からもう、ずっと勉強することになりますので、まあラテン語を勉強したりし、場合によっては、コロンビア大学だけじゃなくて、ハーバードやメトロポリタンの図書館や、クーパー・ヒューイットとかの、図書館も、利用しながら、博士論文を書いたっていう経緯がございます。だから僕の学位は、歴史の方で取っています。まあ、そんなことで、10年ぐらいとにかく文章ばっかり書いていて、その間に、徐々に、まあ、設計を始めていくわけですが、なので、ちょっと毛色が違うと言いますか、設計をされている先生のもとで勉強したことは僕は一度もございません。なので、
手探り状態で、まあ、一からこう、ロジカルに物事を積み上げるっていうことと、一方、それはまあ、オブジェクトのレベルですよね。もう一つは、思想的には、歴史学から学んだことがとても、やはり多いっていうふうに、まあ、今、振り返ると、そんなふうに考えています。まあ、そんなわけで、あんまり長くなっちゃうと、それこそ30分じゃ終わらないので、さっき進みますけど、ちょっとポインターがないので、ちょっと赤い線をこう入れておきましたけど、これからお話しする建物のある場所が、はい、この伊豆山、この間、地滑りがあった、まさにかなり近いところです。なんですが、この土地は山のてっぺんの方ですから、あんまり、影響はなかったんですね。で、ちょうど新幹線がこう山の中を走ってる右側のところですけど、その、まあ、どこぞかのこの上に、土地がありましてね。で、ちょうど丸い、ところに一文字でこう、あそこがまあ土地、その敷地になります。このクライアントは、まあ、外資系の、方なんですけれども、6ヘクタールぐらいこの土地をずっと海まで購入されてね。ただね、ほとんどね、原生林で使えないんですよ。だから上の方だけ。なんだけど、まあ、とにかく、まあ、原生林なので、ね、こうやって、どこからか、どこまでか歩いていくと、海が見えるはずですっていうふうに、最初僕ら連れて行かれた時に、とにかく、海の見えるところまでこう行くんですが、さすがに切らないとどうにもならないだろうってんで、これ2回目の写真ですけど、少しなぎ倒した木がこのところがあってますけど、春霞で見えないんですけど、あれずっと向こうがもう相模湾の水平線が見えるところなんです。で、今日これからお話しするのは、この、四角い建物の方ですね。で、丸い方は実は第一期工事で、この最初にこっちを設計をしました。これが2013年に竣工してるんですが、で、四角い方が2019年。で、まあ、とにかく、まあ、嬉しいことに、リピーターがとても多くて、一つやるとまた次にっていうふうなことで、まあ、いろいろ、今も、いろんなことやってますが、まあ、こんなようなスケッチを僕はよく書きます。まあ、こんなのだいたい一つ3分ぐらいで書くわけですけども、カラーも入れてね。で、それをスタッフに渡して、話をしていきます。で、この最初の、第一期工事のやつは、これ話してると1時間ぐらいかかるのでやめます。なので、ちょっと簡単に、ご紹介しますと、奥にスーッと薄く見えてる建物が第一工事の建物で、そこに向かってトンネルで入っていくっていう工事です。で、左側に道がありますが、こちらが、まあ、当時、この建物を建った当時、ゲスト用の、駐車スペースにしようとしてたんですね。で、実は、その場所が今回の建物の建設地になります。これトンネルを入ってきて、まあ、本体の下の階ですね。で、こんな風にトンネルの突き当たりが、真鶴半島が見えるような場所なんですね。で、これCM で結構取り上げられていて、もう10本ぐらい出てると思いますけども、まあ、全然一番最近だとブリヂストンのアンさんが撮ったCM がありますが、こういうのがあそこに見えてるのは初島がちょっと見えてますけれども、こんなようなのをまあ、やりました。で、これ喋ってると長くなっちゃうのでバンバンですね。で、お風呂ですか。で、ここから、今日の、本題です。まあ、今までは前菜だと思っていただければいいと思うんですけども、ここから、本格的にちょっと話を始めていこうと思います。ギャラリー U という、まあ、名称をつけておりますが、まあ、この建物をどういうふうな考え方で、まあ、設計したかというのを、まあ、今日お話をするというのが私の多分目的なんでしょうが、あんまりその、本当にちっちゃな、建物ですので、たくさん喋ることはなくて、もう、ポイントだけお話ができればと思っております。この敷地、左側の、その、竹林の奥のところが、この建物が建つ建物、場所になりますね。で、最初に
まあ、多分建築家の皆さんそうだと思いますし、僕も大学の教育でよく言ってるんですが、建築家って最初によくスケッチをしなさいとか、コンセプトを作りなさいっていう風な話を、する先生が多いと思うんですけど、僕はあれは間違ってると思っていて、イメージをすることが大事なんですよね、最初に。最初にペンを取っちゃうと、イメージが、萎縮してしまうので、ペンを取る前に、模型を、モデル、3次元のモデルを作るとか、イメージをとにかく、頭の中で、しこたま作ること。それを、いつも言っています。何度も言いますが、ペンや模型を作ったり、コンセプトを作った時点で、多分、100あったアイデアは、20ぐらいに減っちゃうような僕は気がしていて、それは大変損な、話だと思っているので、こんな風に今、長谷川等伯の、16世紀の、これ、国宝ですけども、こういう割とこう自分が見たもののイメージを何でもいいから、何ですか、どんなプロジェクトの時も、そういうものをなんとなく思い浮かべて、こういうふうなことでいけばいいんだろうな、みたいなことを、まあ、要するにあんまりこう、フィックスしないんですね。パラメータをたくさんこう、浮遊させとくっていうことをやるわけですね。で、まあ、大体こういうものを、考えながら、どういう、あり方がここで、いいのかっていうことを、まあ、だんだんこう、収束させていくんですけれど、実はまあ、この、画面の右奥の方に、平たい絵が見えている、これは本宅になりますよね。別荘の本宅。で、このガレージっていうのは、あくまでも飾り物といいますか、アネックスの建物です。で、本宅にとって、まあ、このクライアントは、大変車が好きな人で、スーパーカーも何台も持ってますが、ミゼットとかね、ちょっと、なんて言いますか、なかなか趣味のいい、面白い、ものも、集めてらっしゃって、それをまあ、いじったり、鑑賞したりするのが大好きだ。だけど、都会にまあ、今何台持って、20台ぐらい持ってんでしょうかね。あちこちこう置いてると、お金もかかるじゃないですか、レンタル料で。だから、まあ、ちょっと一箇所に、ちょっと面白いものを、特会引っ換え集めて、ここは実は9台入れる、最初8台、6台入れる予定なんですけど、実際10台ぐらいは、なんか牛乳に詰めれば入るみたいで、それを、とにかく、そういう場所を作りたいんだっていう話になって、で、まあ、最初は、いくらだったかな、7000万ぐらいでなんとかならないかとか言うから、ガレージに7000万ってすげえ、税金ですねって話をしてね。そんでいいんだったらいいんですけど、ただ、せっかく自然がたくさんある中で、ガレージが、ボンと最初にあって、それがなんか、ちょっと見にくいものになっちゃっても嫌ですよねって話をして。で、じゃあ、地下に埋めたらどうですかみたいな話になって、それで、軽く見積もりを取ったら、2億5000万ぐらいかかるっていうことになってね。まあ、例えば、ほら、土をかき出したり、スロープで入れたりすると、かなりやっぱり自然も傷つけるし、これはちょっと、建物のことに関しては、私ももうすでに飽き始めちゃった。で、それで、もう、じゃあ、地上に建てようかと。いうことになりました。で、地上に建てるとなると、やっぱりあんまり存在感が、を主張、要するに存在を主張するような建物ですと、やっぱり具合が悪いだろうということで、まあ、なるべくじゃあ、透明感の、大きな、建物の、姿、あり方で、を目指していこうという話になったわけですね。まあ、大体それが、最初の、前段のお話になります。で、まあ、あとはですね、まあ、ガラスの箱を、これ、最初に寸法を申し上げますと、一辺 13.5 メーターの正方形の平面形状をしていて、高さは 3.5 メーターです。
で、まあ、決して、まあ、大きくない建物なんですが、まあ、せっかく作るんだったらね、世界一美しいものを目指していこうよって話を、まあ、いつもこんな、大風呂敷を広げながらですね、お節さんも、じゃあ、ぜひ、それで行きましょう、みたいな感じで進むわけです。そうすると、大体お金が積まれてきましてですね、まあ、大体これ1億ぐらいは、かかっています。ただ、お客さんはですね、とても満足してくださってて、もう毎週のように今も、ここに行って、いろいろ車をいじったり、楽しんだりしてるみたいですけれども、まあ、いずれにしましても、その、透明感の大きな建物をどう作っていくかとなったときに、やはりこう、見かけ、どこに注意すべきかってことがわかりますよね。まず、まあ、当然、その、刺繍はガラスで着たいのはわかる。で、あとは屋根も極力やっぱり薄く見せる、っていうことですね。薄く作るのは物理的にやっぱり無理っていうことは皆さんお分かりだと思いますので、どう薄く見せるかというところに知恵を働かせるっていうのが一番大きなポイントになりますよね。で、このエッジはですね、まあちょっとある雑誌ではコーニスなんていうちょっと古典的な表現を使っちゃったんですけど、一番大外を回る縁の部分はだいたい130ぐらいか、僕は100でやれって言ったんですけど、最終的に今日確認したら電車の中で確認したら130とか書いてあったので、まあそんな感じなんでしょうけれども、3500のうちの130ぐらいのプロポーションだとこれぐらい薄く見えるっていうことですね。で、ここに収束させるための構造って何だろうっていうことが今度ポイントになってきますよね。で、そこで思い立ったのがカテナリーカーブだったんです。で、それをちょっとこの後お話をしようと思います。先ほど申し上げた通りで、僕は18世紀のイタリアの建築の歴史、思想、理論を専門にやってたんですが、18世紀の初頭にですね、神父さん、サンフランチェスコ・デ・ラビーニャという聖堂が、今もベネチアにいるフランシスコ会の教会堂なんですけれども、聖堂なんですが、そのホスピスですね、まあ、要するにこう巡礼者が巡ってきたときに、そこにちょっと宿泊させる場所が、まあ、割と大きな聖堂ですからあります。で、その聖堂のちょうどちょっとこれ分かるかな、ここのここに注目してほしいんですけど、こことここ、これはその神父さんの名前はカルロ・ロドリっていうんですけどね、ロドリ神父っていうんですが、カルロ・ロドリはそのうち出てきます。次ちょっとこれ現在の状態です。この人ですね。これ現在の現在といっても10年前ぐらいですけども、およそこれ変わってないと思います。これはね、この写真は、今もう、退任されていますが、ユニバーシティブペンシルベニアの歴史学の教授をしていたジョゼフ・リクワートという大変な素晴らしい歴史学者がいて、もう90過ぎてますけど、90過ぎてたかな、90近い、90過ぎてるはずかな。11カ国語ぐらい喋れる、読める、先生なんですが、その先生が、1970年だったと私はコピーライト記憶してますが、MIT プレスから、The First Moderns っていうタイトルの本を出版しています。今でもソフトカバーで多分皆さん手に入れられること、入れることできると思いますけども、コロンビア大学っていうのはとても面白くて、先ほどのロビン・ミドルトン教授のセミナーを取ると、みんなアメリカとはいえ、ニューヨークとはいえ、そこに集まる先生ってアメリカ人の方が少ないんですね。ケンブリッジ大学で歴史を収めた先生とか、プリンストン大学で教えてる先生とか、UPenのこのジョゼフ・リクワーとは、まあ、ポリッシュなんだけど、まあ、英語で、英語っていうか、英語圏で教えてる。まあ、そういう、
方々で、皆さんひょっとしたらまだご存知かもしれませんが、当時プリンストン大学で教えていたアンソニー・ビドラーという、あのルドゥやルックや、要するに啓蒙期の、あのフランスの、建築士なんかを専門にやってた先生や、まあ、そのリコアもそうだし、そういう先生がみんなこう、あ、例えばハーバードからだとジェームズ・アッカーマンっていう、あのパラディオの専門家、もうヨボヨボでしたけど、あのみんなそこで集まって、あの非常に和気あいあい歴史学の、あの研究学学議論をする。僕らペイペイの学生もそこに入っておって、彼らの面白おかしく話をしているのを脇からこう眺めているんですが、自由にそこに参加していいですから、わからないことがあったら質疑応答してくれます。でも彼らって引用文は大体言語ですから、18世紀のフランス語とかイタリア語とか、場合によってはまあとにかくギリシャ語まで飛び交うわけですよね、うん、そうすると、僕らはそんなに準備はできてないので、なんだかよくわかんないけど楽しそうなことやってるなっていうのが、大変刺激になって、どんどんまあ歴史にこうハマっていくわけですね。で、まあ話を戻しますと、この今窓台ですね、ここのここに描かれているカーブは実はカテナリーカーブです。皆さんカテナリーのカテーナっていうのは、まあ、ラテン語なんですが、意味はわかりますでしょうか。カテーナ、そもそもカテナリーカーブって誰が、言い始めたか。答えはライプニッツです。はい。まあ、カテーナっていうのは鎖っていうことなんですね。つまり、皆さんわかると思う。A 点 B 点を鎖でこう持ってピンと張ると、いわゆる、まあ、プラトンのイデアでいうと直線になります。だけどこう中央に向かってこう縮めていくと、当然ここに曲線が生まれますよね。これが懸垂曲線ね。でそれは、まあ、ライプニッツがそう呼んだわけですが、その曲線をどう構造に応用していけばいいだろうかっていうことが、18世紀の初頭のこのイタリアで結構真剣に議論されたっていう、そういう歴史があります。それをもう僕は嫌というほど僕はそういうサークルで勉強してましたので、どっかでこれ応用したいなっていうのはずっと思ってたんですね。 そしたら30それから30年後のこのプロジェクトでようやくそれが使えるっていうことに気づいて、それを主張してデザインに反映させていくという、それをこれから見ていくということになります。で、このポイントとしては、窓台っていうのは普通、大理石だって作るんですけど、水平にこう構えることが多くて、ルネサンスの頃からもそうですよね。もっと前からもそう。そうするとね、長い間、皆さん、構造の先生たちですから、わかると思いますよ。窓の空白、ボイドっていうのは、力はもちろん伝えないので、両サイドをこう、鉛直荷重で、押し込みますよね。モーメントが発生しますでしょ、回転。と何が起こるかっていうと、大体窓台の中央がパーンと上にこう跳ね上がっていくっていう、そういうイメージってあるじゃないですか。で、大体そこで壊れていくっていうことも、なんとかしなきゃいけないっていうふうに彼らは思ってた。ところが、どうすればいいかがわからない。で、そこでロドリは、まあ、わずかなこの、窓台のデザインで、それを、まあ、要するに自分は、機能主義とかね、合理主義っていうものを、言語、ターミノロジーとしてちゃんと、明確に表現した最初の、まあ、理論家と言っていいです。それが、建築の世界じゃなくて、物理学の世界じゃなく、あるいは、まあ、昔はほら、材料工学とかそういう、あれはなくて、シェンツァという、まあ、一つの学の中で、数理学を教える先生、天文学を教えたり、まあ、数学全部一緒こたでやってましたから、そういった、まあ、パドバ大学で、例えばガリレオ・ガリレイなんかが教えてた時代のちょっと後ですからね。そうすると、まあ、そういう、何ですかね、その、実験器具までもう作ってるんですね、鉄で。
中鉄で。どういう応力を与えたら、マルモって言いますけど、大理石がどういうふうな、変形をしていくかとか、傷み方をするかみたいなことは、もうおよそ経験主義的な実験、まあ、主義的、考察で、その構造、今でいうところの構造力学的な、非常に基礎的な、学問を当時も、パドバなんかではやってました。で、その影響が当然、その、神父さんなんかも、非常にこう、先進的な思想を持ってた、人のところには、そういう、人たちが集まりますから。で、このロードリーなんかにも影響が及んでいく。で、ファンクションっていう英語で、言いますけども、ロードリーの、この、ここね、ここに、皆さんちょっと、少し見えにくいかもしれませんが、ここにラジオネって書いてあります。ファブリカっていうのは、ファブリカールのファブリカですが、ラテン語ですね。建造物は、えって is ですけど、ラジオネっていうのは、英語で言うとラショナルっていうことですね。リーズンです。だから理性、合理的であるっていうこと。建造物って合理的で、なければあるべきだっていうことを彼はしこたまそこを主張していたっていうことをこういうそのまあ後世に伝えるポートレートの中に書いてあります。でこっち側見ていくとここ噴地王にって書いてありますが、これはファンクショナルの一番大元になるファンクションですね。つまり建造物っていうのは、理性的でっていうか合理的で、ファンクショナルである。まあ、その、ターミノロジーのディフィニッションと言いますかね、定義は少し18世紀のイタリア語と現代のイタリア語、英語とのその関係性は慎重に、もう少し議論していく余地は残されているとしても、大きなイメージとしては、まあ、この時代にすでに、まあ、要するに、我々がよくルーコービジェって、何ですか、合理主義で、機能合理主義ですねとか、20世紀の近代建築は合理、機能合理主義がなんか旗印になってますねって言いますが、実はその大元はここから始まってるんだっていうことを、そのジョセフ・リクワートなんかは、The First Moderns っていう本の中で主張したわけですね。で、その本人たちに僕らは教育を受けてますので、まあ当然そういうシャワーを浴びながら、まあ要するにこう、なんて言いますか、知識と言いますか、インテリジェンスは育ってきてるっていう、まあそういう中にいたということです。まあこれが僕のまあ一つの背景にあって、これって見えてるんですかね、まあ、大丈夫。ここにファブリカってあって、ラシオナ、ちょっとこっち読めないから、あれなんですけど、まあでもいいですよね。こういうふうに、ロドリってすごく先進的な話を当時してましたから、ベネチアの社会では、完全に阻害されていて、まあ、なんて言いますかね、貴族の、ちょっとこう、生意気な若者を相手に、こう、サロンでね、教えてた。で、その中の一人のアンドレア・メンモっていうこの人物が、あれなんですね。ちょっとこれ言っちゃいましたけど、非常に、ロドリの、建築思想を、まあ、比較的忠実に今の世の中、今の時代に、残してくれていますので、本当はロドリも書いてたはずなんですけども、大体燃やされたか、運河に捨てられたか、どっちかで、まあ、とにかくそういう状況の中で、まあ、メンモが、その残してくれている思想をもとに、僕らは、彼の、考えていたことを、まあ、知るということになる。で、ちょっとこれも、せっかく構造の皆さん、多いと思いますので、言っときますと、1748年に、この、ジョバンニ・ポレーニという、これは、パドバ大学の教授なんですが、左、一番左は
サンピエトロ大聖堂ですよね、ローマにある、ね。で、この当時の教皇はベネディクトス14世なんですけど、その彼がですね、何ですかね、その、ミケランジェロのドームが、このドームですね、崩壊するかもしれないっていう噂が立って、ちょっとそれ、ちゃんと調べないとまずいだろうみたいな話になったわけですね、簡単に言うとね。で、そこで、白羽の矢が立ったのが、このジョバンニ・コレーニっていう、これ、パドバ大学の先生。で、数理学、天文学、数学、その辺の学問全部教えてた人なんですが、彼に、調査に来てくれないかということで、その教皇国家ローマに招聘されます。で、そこで、彼が、仕上げた、その一冊の報告書、本の中に、こういった、図があります。で、これは何を意味しているかというと、もう皆さんお分かりの通り、ここにはカテナリーカードが描かれてますね、これ。鎖が、よく見るとね、これ鎖なんですね。で、このドーム、ミケランジェロのドームは、まさにそのまんまのその断面をちゃんとこう、もう計測してっていうか図面はありますから、それをこう、対地というわけじゃない、同地させて、この水平線から、この下に描かれた、カテナリーカーブをひっくり返したときに、この断面系がその鎖を包含していれば大丈夫だという、そういう非常に、今考えればのんきですが、そういう結論を出して、このクーポラは壊れませんと。未来永劫壊れませんという報告書を出したっていう。でそれが未だにちゃんと壊れてないので、それが正しいかどうかはよくわかりませんが、でも考えてみれば、こういう発想って実は、これを見て皆さん、あれもひょっとしてそうかなと思われたことがあるかもしれませんが、ガウディのサグラダ・ファミリアなんかも、実は砂袋を、紐の先っちょに言ってね、それをひっくり返してでしょ。あれって実はこの、考え方の流れであるっていうふうに、捉えることは、きっと可能ですよね。そんなことで、もう一つ、構造の要素としては、こういった、これ、ビオレルドゥクの、マルシェの計画案、これ、実現はしてませんが、これを、参照し、この、最終的な、スキームに、持っていったということです。この青い部分の、いわゆるひしめ張りと言われているところに、薄くですけども、カテナリーカーブを描かせています。単部で150で、一番、なんて言います、規制のあるところで350です。で、それをひしめにこうやることで、ちょっと工夫してるわけですけども、あと、V 字柱がこういうふうに X 方向、Y 方向で構えることで、ねじれに対しても非常に強いですよね。だから、ブレースも必要なくなったということで、こういうふうなことです。正確なディメンションを言っておきますと、この V 字柱の、フラットバーで、L ジャングルを作ってますが、これは19ミリアツのフラットバーで、テーパーをかけていって、一番上の、幅で95、下で55ですから、もう握り拳よりもちっちゃいぐらいの接地面。設置点ですね。で、そういうふうに、作って、ここに出てますけども、この中にコンジットチューブも入りますから、ここで電線をはわしちゃって、上の照明に、全部連絡していくというふうに、しています。こういうディテールは、こういうのは別に、お手の物って言いますか。で、この後お話しいただく高橋工業さんのおかげで、本当に素晴らしい、切れ味のいいものが最終的に、出来上がったということですね。ちょっとだいぶ時間いっちゃってるでしょ。でもいい感じですね。いい感じですよね。よかった。もう1時間経ってる。建物ちっちゃいからよかったですね。で、これがね、ちょっと一つ言っておきたいんですが、
こんな音質作って大変だろっていうふうに皆さん言われます。だって、山の上で遮蔽するものが何もなくて、夏場、下手すると、天井あたりが50度を超えるぐらいの、室温になりますよね。で、それを当然見越して何をすべきかっていうことで考えたのは、地中を、地中熱を、まあ、もう利用しようっていうのを最初からもう決めてたんですが、ここにこう、2本、塩ビパイプが出ていますけれど、中華料理屋さんで使うようなファン、あれぐらいのファンって実はそんな電力使わないんですね。エアコンでこれ賄ったらもうアホですね。多分月間何十万っていう電気代が飛びますが、まあ要するに換気扇のファンなんて大したモーター、あれじゃないので、それ1台でここの室内環境をなんとか、見事に、いいものにしていこうっていうのはもう、これを考えてるっていうかずっとあって、で、その一番のポイントは、地中熱って皆さんご存知のように、だいたい18度とか16度とか、それぐらいで、年から年中推移します。その18度の気温と、気温っていうか、まあ、地温と、その空気と、それから湿度ですね。それをうまく考え合わせれば、間違いなくいい環境が、まあ、扇風機一つでできちゃうだろうっていうことを、伝えて、まあ、それが、まあ、実際に、まあ、これも成功しています。こんな風に低い、まあ、円筒、筒と、長い筒をこう、準備して、ここで、まあ、例えば、40度の気温っていうのは、当然、含水量も、まあ、水蒸気もたくさん、持ってますよね。で、それを引っ張って、地中に一回戻します。で、そうすると、18度の、気温って言いますか、に冷やされますから、一気にそこで結露します。で、そうすると、このアウトの EA っていうところからは、もう、滝のように水が、流れ出ます。それで、じゃあ、当然その、引っ張られてなくなっちゃう空気を補うように自然にこの OA から入ってくるわけですけど、冷えた、まあ仮にこれがある程度湿潤な空気だったとしても、18度の空気層を長いところ通ってくるところで、当然ここで持っていた湿気も、ここでやっぱり結露して、こし取られるわけですよね。だからある程度乾燥した空気、冷えた空気がこう出てきます。そうすると、その循環だけで、ここの空気の、なんていうんですか、室内環境は、およそ人が立ってる、まあ、2メーター前後ぐらいまでは、本当に湿度もそんなに不快じゃない、涼しい環境ができています。換気扇はどこだっけ？換気扇はね、この地下の方に入れています、モーター。で、ここに階段が、まあ、ちょっと書いてませんが、入っていて、この中で全部、まあ、要するに外からもう何も見せたくないっていう。ただ、ここに2つ、まあ、パイプがね、ありますので、で、ちょっと、あれなんですが、このちっちゃい方の、パイプはですね、後で、出てくるかな。出てました。実はこれ先生はご覧になったと思うんですけど、ここに全部コントロールボックスが仕込んであって、照明器具からファンからあらゆる、まあ要するにこう電動のロールグラインドからここの中を操作パカッて開けて操作すれば全部それができるようにもしています。だからまあなるべく余計なものを出さない。これわかるかな。さっきあったのこれでしたっけ。やっぱりちょっと入れてなかったかな。すいません。こんな感じでね。高橋さんのやっぱり技術すごいですね。こっちが数方ですよね。そう見える。そうだ。違う。
あれ不幸なんですけど、これがね、もうちょっとね、金札で、蓋がパカッと開いたり、パカッとこう開いたりっていうのがね、入れたはずだったんだけど、ないので、まあ、また今度、なんかの機会で。先生、この間ご覧にならなかったでしたっけ？まあ、でもこの低い方がそうです。これ、ここから冷たい空気がこう飛び出してくるわけですね。はい。で、まあ、あとはせっかく高橋さんがいらっしゃるので、高橋さんとやった仕事を少し、ご覧いただきますと、これは、1ミリアスの光点光で、作った自転車小屋とゴミ置き場の、メビウスの輪みたいなものをイメージしながらやってるんですけど、これが最初の高橋さんとのお付き合いですかね。それで、まあ今ちょっと津波で流されちゃった昔の工場の風景ですけれども、こういうふうに実際に、モックアップっていうのはそのものを作って、これを切ってまた運んでいただくっていうふうな。これも、高橋さんで。で、今はなき内田先生も2回もこれ足を運んでいただいて、斉藤先生も2回いらっしゃった気がするんですけど、まあ、こういうことをやって、っています。あと、まあ、こういうね、正常ってほら、地下が高いじゃないですか。で、壁は普通にコンクリートでやると、よりも、この構造、工法を取ることで、6平米ゲインできたんですね。3層分。2平米ずつ。だから、まあ、青春は随分喜んでくれましたけど、鉄のデザインって今日のテーマですけど、鉄ってやっぱり使いようによっては、その人々の、まあ、お財布にも優しいと言いますか、いろんな意味で貢献しますよね。で、そこをどう僕らは考えていくかっていうのは、チャレンジしがいのあるところですし、こういうのもコンクリートでは絶対できない、ことですから、まあ、それを、まあ、極力、できる限りのことはやっていければと思います。そうです、軽井沢です。まあ、以上が、僕の、今日のお話、プレゼンテーションになります。ありがとうございます。どうも、小田先生、ありがとうございました。独学というところがすごいです。じゃあ、早速もう、佐藤さんに移っていいですか？じゃあ、佐藤さん、よろしくお願いします。自己紹介は大丈夫ですか？自己紹介って。自己紹介まあ、皆さんよくご存知だった。じゃあ、まず、はい。20秒ぐらい。20分。やっぱり怖かった。そこまでないと、僕は一番熱い。もう、キャラクターですかね。で、ちょっと、ね、何ですかね、気象に。あ、今日は、共有してる。そうですね。松橋の皆さん、知りたいと思います。面白いです。あ、はい、はい。勉強したくなるんです。いいですよね。USB ってどれですか？今そこに2件ぐらい。もう大丈夫。
はい、それでは、佐藤前構造設計事務所の及び、映ってるんですよね。見えてるね。いや、映ってると思います。映ってないのかな。あ、映ってます。大丈夫ですよね。はい。はい、佐藤前構造設計事務所及び、東京大学の佐藤淳です。よろしくお願いします。今日はですね、空に漂う構造デザインということで、ふわふわと、空中を漂うような、鉄骨のデザインを、ご紹介していきたいと思います。で、鉄をですね、こう粘土のようにこう自由に扱う職人たちというのを、見てきて、で、そういう人たちの、こう、そういうつわものたちの、こう、技を知って生み出される、こう、構造デザインっていうのがありますね。で、そういうものを、どんなものが生み出されるかというのをご紹介していきたいと思います。で、デジタル技術なんかも使うようになってきましたが、デジタルが職人にとって変わるんではなくて、そういうその職人たちにもっと腕を振るってもらうための足がかりになるんじゃないか。いうようなイメージも持っています。で、この回答広場ですけれども、去年の年末にできました。で、もともとは構造は小西さんがやってたんですが、小西さんが6年ほどやってたんですけれども、その後私が引き継ぎまして、もうほとんど実施設計終わってたんですけれども、結局そこから任意の性能評価などを通すことになってしまって、3年ほどかかりました、うん、が、まあ、足掛け、9年か10年近くかかったというものですが、ついに完成しました。このものができました。平面50メーター、80メーターの平面に12ミリの方半で、検出材料を書いています。で、50メーターで中央で4メーターほど下がってますね。で、地面もこの垂れ下がった屋根に従って、なりに地面もこう、地面というか床面も曲面になっていまして、縁の方ではこう、せり上がって、こういうふうにせり上がっています。で、平面図で見るとこんなんですね。こちらが床の等高線を表していて、この周りに書いてあるこちらが地層ですね、の部分です。で、こちらが屋根。です。で、この50メーターのこっち方向で、見ても、このぐらいペラペラのもので、垂れています。で、4メーター垂れているのはこのぐらい垂れていますね。で、屋根が強烈にこれ壁を引っ張りますので、このぐらい大きなこう、基礎をコンクリートの塊で作って、で、ここをアースアンカーで、引きと、抑え込むと。こういうふうにやってます。で、この後半壁ですね、後半サンドイッチパネルの壁なんですが、これ L 型にしておいて、将来ですね、この杭だが、杭もこう、こっちに強烈に引っ張られているということと、ここは RC なので、多少なりともこう、クリープが出るんじゃないかという心配があるので、将来このアンカーボルトを締めると、こいつを引き戻せる。というディテールを仕込んであります。で、で、今回ですね、私の、役割は、小西さんが考えた通りに実現するというのがミッションでした。で、私は、それは別に悪い気はしてなくて、小西さんやってみましたよと、後で、言うのが楽しいかな、というふうにやってます。で、で、小西さんがですね、すごくうまかったのが、この杭と、この張力との、ここの交点がありますね。ここに向けて、アースアンカーをこう斜めに打つっていうのを考えてたんです。で、それ非常にうまくて、こう、杭に曲げが出ないので、杭がだいぶ軽微にできるんですが、
アース安価を斜めに打つと、これ、性能評価になるんです。大事認定が必要ということでした。で、なので、なんですが、引き継いだ時点で、石上純也さんから、もう急いで完成させたいということで、性能評価ちょっと回避できないかということで、延直に打つことにしたんです。で、そしたら、それで、その後ですね、ルート2で通そうと。ということで、確認申請機関とも合意を得てたんですが、いよいよ通そうとなったら、ちょっとですね、確認申請機関から、やっぱり任意の評価をしてくださいということになってしまいまして、これ、こういうディテールにした意味がちょっとな薄れてしまったんですが、もうこのまま進むことにしました。で、まあ、いずれにしても、まあ、一応この、ここの点から、こう結んだ、ここで、このラインからこうずれた分だけ杭に曲げが発生するということになってしまいますが、まあ、これは受け入れようということにします。で、こう壁ですね。壁の方は、この後半サンドイッチパネル、外観としては、この壁がこう立っているというだけというふうに見えます。で、この屋根の伏せ図がこんな風ですけども、ポコポコとこう、トップライトが開いてまして、この、赤くグリッド状に書いてある、このエッジがですね、幅3メートル分だけリブを入れるという風にしています。で、これは、もともと小西さんが、やってた時から入れてたものですが、これがですね、2方向に垂らす懸垂というのが非常に、厄介だということが分かりました。こちら、長期、重力だけで垂れている状態ですけれども、こちらの方が見やすいですが、この赤色が圧縮なんです。で、青色が引っ張るんです。で、そうすると、こういうところに、ここにこっち向きに、角にですね、こっち向きにこう圧縮が出てます。これ。で、このエッジのこのあたりにもちょっとこう圧縮が出てるんですね。で、これ理想的にこう垂らすこともできなくないんですが、そうすると、この角部をこう円錐形にかなりこう絞らないといけないということがわかりました。で、ちょっと天井高が低くなったりとかですね、それだけの加工がちょっと大変そうだということで、曲率を緩めて、圧縮の発生を少し許しています。で、まあ、こんな状態ですね。懸垂で垂れる青い矢印に対して、その直行方向に少しこう圧縮が出てしまうという状態です。で、これを許すとですね、冬にこの屋根が収縮、温度が下がって、収縮するときの方が辛いということが分かりました。夏に伸びると、この圧縮が小さくなってくれるので、くれて、で、伸びてもこの中央が垂れるのを許してるので、あんまり応力増えないんですね。で、冬に収縮すると、この張力が増えるのに従って、圧縮も増えてしまいます。というのが一番辛いということが分かります。で、実際これ、ザクツ解析すると、こんな風にザクツモードが出て、こういうところがポコッとこうザクツすると。というようなことが分かります。このあたりと下向きにこうボコッと雑誌しますね。というようなことが分かりまして、なかなかこう、紙片が拘束されているカテナリーって厄介だなというのは分かります。バンド周辺は今、境界状況は、ピンですね。ピンでやってます。柱入れてない。号には固定してないんです。うんうん、このリブが全部、こうやって、ここヒンジなんですね、ここ。うん、なので、壁と屋根はピン接合です。うん、柱の曲げは入れてない。柱の、ここに曲げが出ます。その辺、合成は入れてない。あ、それは入ってます、この解析では。はい。この解析では入ってます。うん、で、それで、はい。あ、これが分かりやすいですね。頭が、柱の頭をピンにしてるので、うん、足元合です。あ、その通り。はい。はい。それで耐えてます。という、なかなか厄介なことが分かります。
で、これを作っている様子ですけども、こちらが鉄板を張り終わった様子ですね。で、これが仕上がった様子ですけれども、ここに、何百枚かちょっと忘れましたが、の鉄板を全部完全溶け込み様子ですね。で、やってくださっているというものです。で、その壁の足元を押さえ込むアンカーボルトですね、これだけずらっと並びまして、400本かな、はい、ほど必要です。で、壁を仕込むとこうなりますね。で、ここがそのアンカーボルト。で、これ本当に将来締めてこう引っ張り戻す時が来るんだろうかと思いますが、一応やるということで、垂れすぎた場合にはやるということにしてやります。で、この後半サンドイッチパネルの溶接を、これ日南鉄工の方から、壁をやってくださってますが、溶接している様子です。で、一方、屋根の方は、白石鉄工、九州のですね、白石鉄工の方々がやってくださっています。で、ここが、屋根のこう、縁の方でリブとこう壁が接合するヒンジですね、のところです。で、これも、もう、小西さんの考えたそのまま、実現しています。で、トップライトなんですが、トップライト、最初から穴は開けとかずに、切り取り線みたいに、こうちょんちょんちょんとこう、何ですかね、スリットだけ入れといて、後で切り落とすという方法をとってますが、その縁に、開口補強を入れました。で、この懸垂、鉄板でこう懸垂をやりながら、さっきみたいな四角い開口が開いていると、まあ、ここは心配ですね。角が割れるんじゃないかと。応力集中で。というので、この12ミリの鉄板の上に、このフラットバーでこうやって、開口補強を回しています。で、この時に、ここを R にしておいて、応力集中を回避する。で、参考にしたのがスカラップですね。スカラップ 35R なので、ここまあ50にしとけばまあ大丈夫だろうと考えて、R50 の、カーブにしてあります。で、この後半屋根、ですね、やっぱりこれだけこう、鉄板一枚一枚こう溶接していくと、ところどころこう、ちょっとこう膨らみ気味になったりするということで、ガスバーナーで、こうやって、こう、ちょんちょんちょんと炙る、調整をやってます。で、現場に行ってですね、うまくいってますね、って言って話したら、これ、高橋さんに教えてもらったんですよ、って言ってました。高橋さん覚えてますかね？私の知らないうちに、白石鉄工の方が、高橋さんに、聞きに行ったそうなんです。はい。はい。それはね、柏の所長が、はい。困って私のところに2回でしたかで来ましたよ。あ、そうですか。それでこの後にちょっと行鉄の方法を説明するんですけども、はい、こういうふうになった場合にはこういうやり方でやるのがベターだっていうふうに、はい、この、まあ、要するに、まあ、専用説でなくてこれ点火熱って言うんですけどね、起きる、はい、こういうやり方をいいって言ったんですよ。あ、そうですか。だやり方の手法も、まあ、教えたっていうかですね。あ、そう、鉄工所さんはあんまり分かんなかったようですね、このやり方。そうみたいなんですよ。で、造船のやり方です。あ、そうですよね、はい、うまくいってますねって言ったら、高橋さんに聞いたんですよって言ってました。はい。で、この点、やっぱり、バーナーで炙っても、こう、色も変わらないから、なかなか、難しいですよね。で、なんか30秒ぐらい加熱して、なんか水をかけて冷やすみたいな、ことをやってます。で、で、最終的に、ジャッキダウンですが、全部、総足場で、サポートしているところから、徐々に下げていくというのをやりましたが、一箇所下げるとですね、屋根が下がってくるので、さっき、下げて外したところにまた乗っかってくるみたいなことをずっと繰り返して、
全部サポートを外すのに3日ぐらいかかったかな、で、やってます。ですが、まあ、なんとか、こう、完成しまして、無事に、垂らすことができました。で、このふうに、垂れるということになりました。で、もともとですね、この、この、50メーター、80メーターが、もう一回り大きかったんです。50メーター、80メーターで4000平米ですけれども、6000平米ぐらいだった時があって、で、その時から鉄板が12ミリで小西さんがやってたんですね。で、規模がちょっと小さくなったので、さっと私の方で試算してみたら、この懸垂屋根、割と簡単に、50メーター垂らすにはいくつ必要かって、まあ、割とすぐ計算できますが、9ミリでいけそうだったんです。で、9ミリでもまあ余裕あるぐらいで、垂らせそうだなというので、9ミリでやろう。で、そしたら、鉄骨量3割ほど減るから、だいぶ減額になるんじゃないかという話をしたんですが、石山さんの方で、こう、継ぎ目がこれだけあって、どうしてもこう歪むだろう。で、さっきみたいな炙りで直すにしても、12ミリで歪みにくい、もともと歪みにくい方が、いいということで、12ミリになります。で、私の方で9ミリの方がこう、歪むかもしれないけど、直しやすい。言って、9ミリにしようよと言ったんですが、結局ですね、12ミリの方向で、行くことになりました。で、なので、そしたら、その3割分ですね、3割って結構大きいんですよね。何十トンになるのかなというオーダーですが、その分、鉄骨量が下がらなくて、減額にならないのは俺のせいじゃないからねと言って話しました。はい。はい。というなので、まあ、なんとかですね、10年がかりのプロジェクトが、こう、完成したということになりました。で、この2方向、要はこれ2方向に曲率を持つ曲面を後半で作ったということになりますけれども、まあ、なかなか今、まだ2方向曲率を持つ曲面というのは、なかなか作りにくいですね。実現例が少ないと思うんですが、だんだんできるようになってきたかなと思います。で、ちょっと古いですけども、2013年にこんなものを作ったのもあります。で、ズーラシア、横浜の動物園に山本理研さんと一緒に作ったんですが、これ、あんまり知られてなくてですね、あんまり発表もされてないようで、ちょっと知っていただいてなくてちょっと寂しいんですが、こんな茶筅状のこう柱と、この後半で作ったこの屋根ができています。で、こちらの曲面は円式面なんですね。こちら。で、円式面で単純化して、しかも、リブ付きの後半屋根、というふうにしました。で、この茶筅の屋根が、断面図こんなふうなんですが、この茶筅の屋根が、この屋根を茶筅の柱が屋根を切ってるんではなくて、屋根に、この茶筅の柱が依存してます。で、この三角の部分が合体的に変形するために、地震時にですね、ここ延直に下の木に引っ張っておくだけで、地震に耐えると、抑え込むことができる。変形を抑え込むことができるというシステムで、そのために屋根に依存していると。いう構造です。で、この茶筅がですね、32ファイの丸子を36本、足元で集まってくるんですが、こちらですね。こちらですね。これだけの溶接で、これちょっと見づらいですが、溶接、こう、縦に入れていく方式で、どん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 くっつけていくんですね。で、
中にパイプを仕込んでもどうせ見えなくなるんだからいいじゃないかというので、パイプも足元だけ仕込んでます。この部分ですね。というので、できました。でこのあたり、鉄骨をやってくださったハートランドエンジニアリングと、坂本鉄工の皆さんで考えてくださいました。で、リブ付きってこんなんですね。32-50 というリブに、後半は、溶接施工ということにしたんですが、この後半を 4.5 ミリと薄くしておけば、弾性曲げで押し付けながら溶接できるんじゃないかというのを提案して、まあ、実際ですね、フラットなまま、こう、一マス一マス溶接しても、まあ、そんなわからないぐらいの曲率なんですが、一応こんな、この弾性曲げで押し当ててやると、やりやすいんじゃないかということをやってます。で、円式面なおかげで、この、リブとリブがほぼ平行ですね。球面とかみたいに、こう、エッジに行くに従って幅が変わっていくということがないので、作りやすいというようなことをやっています。で、今ちょうどですね、これが8年前は、このぐらいちょっとこう単純なもの、単純な2方向曲率を持つ局面にしか、でないとちょっとできなかったんですが、今まさにですね、ちょっと今日まだご紹介できないんですけども、もっとぐねぐねの自由な局面を、この方式で、やろうというプロジェクトが今進行中です。それと、あとですね、この後は、この後は、今後、こんなことができそうかなというのをいくつか紹介したいと思いますが、これは実際やってるプロジェクトです。クラウドアーチというプロジェクトなんですが、シドニーでですね、こんな、高さ60メートルぐらいの、このタワーを建てる計画で、2年ほど前にこれ設計終わったんですけれども、着工待ちという状況が続いています。この足元に路面電車を作るんですね。で、それ待ちっていう状況で、になってしまっていますが、機能がある。これですか？うん、ないです。登れもしないです。はい。はい。はい。登れないよ。すいません、登れないです。で、こいつはですね、足元で 2.5 メーターぐらいの幅のリボン状の、長方形パイプを、こう、くねくねと、うねらせて、上の方でリボンの幅は小さくなりますが、そういう形態です。あんまり風がない。いや、風あります。なので、シドニーの方で、風洞実験やってくれました。はい。で、違うんです。絞っていってます。足元で 2.5 メートルで、上の方で800かな、ぐらいに絞ってます。はい。上の方軽くして、あと、風圧も受けにくくします。それで、まあ、最適化を施しているんですけども、この曲線のうねり具合と、このリボンのひねり具合という幾何学的なこうパラメータを使って、形状の最適化をやってます。で、今、私は、この幾何学的な、こう、操作を自分でプログラミングするのが、まあ、好きなので、まあ、プログラミングしてしまうということが多いですが、今では、この三次元モデリングソフトに形状の変形を依存してもいい時代になってきてますね。で、ラインとグラスホッパーなんかは一番よく使われると思いますけども、この、モデリングソフトで変形したら、逐一、このうちのソフトで、解析ソフトで安全率を計算して、で、その分布を表示するというのを繰り返すと、最適化ソフトだと、最適化ツールというふうに、が構築できるというものです。こんなのを駆使して、今では、やるようになってきました。
で、ここから実現してないものばかりなんですが、こういうですね、よりこう透明感ある構造ができないということで、ラチス、ラチス、ラチスというのを考えました。で、これエッフェル塔の足ってこうかなりの透明感を誇ってますね。で、この足は、このラチスの、この斜め材をさらにラチス化するっていうのを施して、鉄骨量も減らしながら、この半透明感を出すというものですが、今の時代ですね、もう一段階ラチス化できるんじゃないかというのを考えました。で、これ、3D プリントしてみたんですが、ちょっとまだプリントする最小の細さが太すぎて、ちょっと透明感がまだ出ないなというのなんですが、もう少しいい性能のいい 3D プリントをすると、まあ、このぐらいにはプリントできるというものですが、実際もうちょっと細くできそうなんですね。で、これもうすでに何度か実際のプロジェクトで提案してるんですが、ちょっとまだ実現できる状況になってないと。どうしてもですね、減額の対象にすぐなってしまいまして、どこかコストダウンしないといけないっていうと、だいたいここがコストダウンされてしまうんですよね。というので、ちょっとまだできないんですが、これがですね、ラチス、ラチス、ラチス、ですね、この、なんていうんですかね、フランジ的な部分ですかね、が、ラチス、ラチス、ラチスで、このウェブ的なこの部分は、ラチス、ラチス、という単純化をしてるんですが、これもちょっとまだ実現できないです。で、こいつが今、実現は間近です。フランジ部分がラチス、ラチス。で、ウェブ部分がラチス。っていうのが、今技術がどの辺にいるかっていうのを割と表していると思います。で将来的にはこのラチスラチスラチスのこの形状ですね、を最適化して、この例えばこのタスキ状のこの要素は端に行くほど、こう、ちょっと末広がりの方が強いんですけれども、そういうのができそう、できる時代が来るんじゃないかと期待しています。で、それをやると、こんな、ほんの一部の部分模型ですが、こんなものができそうかなというので、極めて透明感あるというものができるんじゃないかと。で、これ実際、試算してみたところ、試算というか、実際のプロジェクトがあったので、やってみてるんですが、かなり大きな博物館で、25メーターぐらいの高さの階高の、柱をですね、2センチとか3センチとかでこの要素が2センチ、3センチっていうオーダーで作れます。だからそのぐらいのものにできるので、ちょっと近々やれないかなというのを期待しています。で、あと、ラチス、ラチス、ラチスほどいかないんですが、ラチス、ラチスぐらいで、こんなのも提案しているところで、これ、全体がグリッドシェルのこの工程の、だから、ほんの一部の部分模型ですけども、こんな、これもですね、ラチスの幅をこう、真ん中で絞って、こう、最適化を施したんですが、こんなものもできそうかなと。できる時代も近づいているかなと期待しています。あと、デジタル技術的には 3D プリントですね。金属プリントを、直接金属プリントするんじゃなくて、3D プリントされたオス型からメスの型を作って、そこに金属を流し込んで、作るというのが現実的になってきていて、実用的になってきていて、こちらは模型ですが、こんなファサードのプロジェクトがあります。で、これちょっとまだ内緒なので、あんまり全貌をお見せできない、こんな写真しかお見せできないんですが、このモックアップを作ってみます。これステンレスですね。ステンレスで、こんなものができています。今まさにもうちょっと作ってるので、近日公開できるんじゃないかと思っているところです。
あともう一つこんなことできそうかなと思ってるのは、これジャスミンの花柄のディンプルをつけようじゃないかというのをやってるんですけども、エンボスとかディンプルとか、言うと思いますけども、薄い板にこうやってディンプルの模様をつけると、圧倒的に強度が増すというのがあります。で、2年ほど前にですね、大学院生が花柄が強いということを見つけました。で、これでちょっとラフに作った試験体ですけども、もうちょっとこう、うまいこと、肩押しができると、こんな風にできます。で、花柄をどんどん増やしていくとですね、こう比例的にこう強度が増してきます。なので、なんか応力分布に従って、こう、ジャスミンの花がこう咲き誇るような、なんかそんなシェル構造ができそうかなと。というのを期待してまして、このプロジェクトも今なくはないという状況で一応進行中です。これも近日公開できるんじゃないかなと思ってます。はい、私からはこんなところです。はい。佐藤さん、ありがとうございます。しがみさんはもう佐藤さんと小西さんいないと、建物できないですね。そうすると、高橋さん、準備大丈夫でしょうか、はいはい、あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。じゃあ、早速ですか、共有お願いしてもいいですか。はい、はい、はい。あ、はい、それでは次はですね、高橋工業の高橋代表にですね、プレゼンしていただきますが、まあ、高橋工業は、まあ、鉄骨業界では非常に有名でして、まあ、拠点を気仙沼ですね、宮城県の気仙沼で、やられております。まあ、日本全国のみならず、活躍されてますけども、まあ、名だたる鉄骨の、まあ、三次元とかですね、曲面構造の作品ってなると、やっぱり、皆さんこう高橋工業の技術がないとできないということで、皆さん大変お世話になっております。それでは早速ですが、プレゼンの方よろしくお願いいたします。はい、高橋工業の高橋です。よろしくお願いいたします。今映ってます画像はですね、マグロ漁船なんですけども、まあ、そもそも私どもは、家業が代々造船業なので、実は私の代で7代目なんですよ。で、この映ってる画像は、私が30年、まあ今から30年くらい前に、まあ設計、施工っていうかですね、造船の場合は、設計と製造っていうのが、まあ、その会社でやるんですよ、造船所で。ですから、まあ設計を他に委託するってことはほとんどなくて、自社独自の設計、自社独自の考え方でやっていくっていうのが基本なんです。でこれ映れてるこの画像は、まあ、大体マグロ船で、操業会議は中部太平洋で、ここの気仙沼沖からしますとね、2000キロから2500キロの範囲で、航海していくわけです。長さ的には、まあ、大体これ60メーター、幅は8メーター、それで満載の喫水は、3メーターぐらいなので、まあ、そうしますと出航する時の重量は、まあ、排水重量トンなんですね、約1000トンなんですよ。重さの1000トンのうちの、この、まあ、船殻っていうか、船を形取るこう鉄板の、まあ、鉄の重さ、その部分が約250トンぐらいなんですよ。まあ、4分の1ぐらい、あ、4分の1で 45%、はい、250トンなので4分の1なんです。それと、機関偽装とか、要するに広範偽装、エンジンとか、いろんな上部構造物っていうのが約200トン。つまり、その上りの、大体、まあ、450トンから500トンがマグロを積んだり燃料油を積んだりというふうな最下重量になります。こう見てる通り、そのこちらは浸水直前、右側の方、左側は浸水直前、右側の方は作ってる状況ですね。つまりこれのブロック建造法っていうのが一番、まあ、ポイントなんです。ですからこれ、まあ反対にして作ってるという状態で、船台に乗せた場合はこれをひっくり返すからトンボというんですけども、これは基本的には
溶接を下向きでやるという考え方の方法、効率を上げるために、これはまあ鉄骨なんかも同じなんですけども、ただ問題は新生船体に乗せたときにどうしても上向きが出てくるというところで、その上向き溶接をするということが、まあ、造船の溶接工の最大の、まあ、技術というふうになります。まあ、ほぼ建築鉄骨のようにボルトナットで作るわけではなくて、全部がフル溶接ですので、まあ、つまり溶接をどうしたら早くできるか、品質をどうしたらいいかというところで、こういうブロックを作りながらと。今、この船体重量が250トンなので、これで釣れるクレーンそのものが50トンなので、この船を作るためには、こういうパーツ、ブロックが5つ必要なんですよ。ですから、このブロックは、まあ、はっきり言って、100メーター離れたところ、50メーターのところで分散をしながら作ってきて、仙台城にドンと搭載をすると。まあ、これが、あのブロック建造法ということで、戦後飛躍的に日本の造船、量が世界一になった、これ理由なんです。ただ、その戦前はどうやってるかというと、戦前は、なかなか溶接技術そのものが、まあ、いかなかったと。いう点と、もう一つは、やっぱり、良好な材料、まあ、要するに、抗犯剤がなかったということですね。まあ、戦後溶接でのブロック建造ができるようになったのは、もともとのあのアゼンのですね、まあ、リムド鋼ということから、キシルド鋼に変わったで、これがブロック建造法での一番のターニングポイントです。次の画像、それで、このマグロ船の形っていうのは、まあ、デザインはどうやってるんだと、今のマグロ船のこの形っていうのは、このまあライン図、線図というので、これでもうすべて決まるんですよ。これも30代の時に、今ならば CAD ですけども、私はこの時にか、まあ、今から30数年前に書いてますから。これはまあほぼ手書きですね。あのベニヤ板、大きなベニヤ板とドラフターとかあるので収まらないので、まあ、通常、定常儀もちょっと小さいんですよ。ですから、もう1メーター、2メーターの、あのスチール製の定着と、それから大きな50センチぐらいのまあ三角定規と、それでカーブはバッテンというふうな、まあ、竹を少し削った状態で、スムーズなラインを出せるやつというものを道具を使って、これは手書きですね。で、曲線が難しいと皆さんおっしゃいますけども、一番難しいのはですね、直線を引くことと、それで直角を引くことです。曲線の基本は直角と直線です。それで、左上のところにこう数字がこのまま書いてますけども、あれは最初から書くんじゃなくて、実際にこれを手書きで、書いた場合、スケール分ですから40分の1とか50分の1ですけども、これをその基準線のマス直線から拾って、三角スケールを読んでいくってところが基本なんです。ですから三角スケールで50分の1とか、そのメモリのところを、また10分の1、さらに10分の1メモリを、もう2分の1に読むというところが、この数字の何ミリ単位なんです。で昔って今もそうですけども、これを、スケール分の50で作りますから、実物大の50倍にするんですよ。そうすると、この線のラインの粗さっていうのが出てくるので、微妙にですよ。それで、それを純正、フェアリングっていうやり方で、まあ、はっきり言いますと、鉛筆の線の1本の誤差というところまで、ラインを通していくっていうのが、まあ、フェアリングと。この線図をもとに原寸展開をしてフェアリングと。で、建築とかの考え方の原寸っていうのは、そのディテールの収まりをどうするかっていうところを考えているようですけども、造船の場合は、この原寸を書くっていうのの意味はですね、まあ、基本的には、まあ、曲線ということに対して、まあ、要するに型のフィルムを取るということも大事なんですけども、問題はですね、この三次曲面という形、まあ、要するに湾曲した部分をどうやって展開をしていくかっていうところで使うんです。要するに原寸展開と。今までの、まあ、丸とか四角とか、例えば楕円とか円錐とか、
うん、まあいろいろなものの形っていうのはほぼほぼ完全転換ができるんですけども、湾曲したものに対してはそれは展開が不可能なんですね。まあ、まあ、非展開と。だから非展開の部分を展開にするということはまず不可能なんですよ。ですからあの皆さんが使っているような3次元のまあ CAD とか、例えばライノセラスのような面ができましたと。それは空間上はできるけども、それを実物の面として取り出すことは難しいって、できないはずです。ですからそれをどうやってやるかっていうのは、造船でいうと原図法と、要するに疑似で近くさせていくっていう考え方なんです。まあ、それができればどんな局面も漫画ができるんですよ。でつまり要はまあガウス平面が0っていうのは平面ですから、であと一律に XY 方向の曲がり、これは球ですから。そういうことに対して急にひねりが加わったり、ガウスキューブリズがおの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 変わっていくと、こういうのが、まあ、三次局面という話なんですね、私から言わせると。そうしますと、いずれに機械加工ではいかなくてですね、まあ、簡単に言ったらば、手に触れないで火と水で曲げていくと。戦前は、こういう材質がさっき言った通り、まあ、良質な切れどころがなかったので、叩いて曲げなんですよ。まあ、戦艦ヤマト通る時も叩いて曲げてるんですよ。つまり、河津石の押し曲げと。ただ、鋼材が、今言った通り、まあ、キルド鋼が生産されるようになると、まあ、炭素の含流量をずっと抑えることによって、こういうふうにして加熱して、冷却して、ることによって、熱の収縮特性を利用して、自在な面を作っていくというのがポイントです。つまりこの右側画面の型というのが、この型を取るためにさっき書く私言った通り、線図から原寸大の絵が必要。それからこの型そのもので見通しっていうか、こうまっすぐに立ってるんですけども、これによってその直線になることによって外反の曲げのところが曲がったか曲がらないかを確認するというふうなために、展開面を取るというのと、この角度上下を取るというのがポイントなんですよ。実際は、左側のように、火と水でそういうふうにして、ずっとこう、鉄板と格闘していくんですけども、まあ、鉄板にはほとんど手は触れないんですよ。まあ、触れるって言ったって、ハンマーで叩いて曲がるわけじゃないので、まあ、そういうところを、まあ、基本的には、まあ、これ、職人さんの勘だと言いますけども、勘だけではいかないんですよ。だから今我々の方とすれば、この曲げに対しては熱応力の解析方法を持って、この加熱線をどこに加えていったらばいいのかというところで、まず目測でやるんじゃなくて、まあまあそこをちょっとこう、我々の方でシミュレーションして、それから実際の曲げにかかっていく。そう、曲げの方法は単純なんですよ。左側の方は ABCD と、こういうふうに、まあ、厚みがあります。上から加熱しますと。そうすると、膨らみますと。膨らむとこの脇の BB のとこはまだ冷えてますから、そこで押し出されると。そこで B のように急冷をしますと。あ、C ですね。そうすると、ポイントなのが、修正軸の C のとこなんですけども、要するに、イダーズの半分の上のところで加熱して冷却するというところがポイントなんです。そういうことによって、熱の収縮があることによって、鉄が冷やされて収縮しますということによって、この核変形ができるんですよ。つまり、単純な考え方はここなんですよ。それの応用が今度は、向かって右側なんですよ。線状加熱、クロス、格子、マズダ、点、三角と。つまりさっき佐藤さんが言った現場でやってますっていうのが天の加熱なんですよ。これは、まあ単純に言えばあれですね。面倒してのところにたるみができたので、それを、まあ、お給上げしながらその場所場所をこう縮めていくと。この方法では三次局面の加工はできないんですよ。ですから三次局面の場合は、線状加熱をする。そこからの次のポイントでクロスにする、格子にする。最後は、端々の三角加熱と、ここの耳を縛るっていうところでギュッと曲がっていくんですね。
出回ったものをどうやっていくかというときに、確認は下のところでこう見通しを取るとというところがポイントです。だからこの考え方がもう分かれば、まあ、どこでも誰でもただできるはずなんですよ。ただそれはちょっと最初から三次局面をどういうふうにして考えるかというところになるので、そこはなかなかこう我々としては生まれながら三次局面で、来たので頭の中ではパッとできるんですけども、平面から考えてずっと来た人にはちょっとなかなかこれ難しいかなというふうには思っています。そう、これさっき岡田さんがそれをちょっと画像を拝借しましたので、まあ、次でここでさっき岡田さんの方で言った屋根なんですけどね、左側は溶接線のところにそのバットって買ってますけども、これは溶接をするとか固定をするためという、固定をして目合わせがゼロですから、板の目合わせが6ミリなんですけども、このためにこの細くつけてるわけじゃないんですよ。次の溶接のために、溶接の要するに溶接には 板幅でいくと横収縮の分と縦収縮があるんですけども、こういうことにすることによっても収縮を抑える、まあ、高速ですよね。そして溶接をする、そしてそれから溶接が全部終わったときに、この拘束しているようなこのバットっていうんです、これを外す。次、外したときに次が右側なんですよ。先ほど の鉄板の屋根の場合、これって6ミリなんですよ。だから、曲がってる、さっきのはっきり言って、佐藤さんのやってるあの屋根の方が、あれ簡単なんですよ。難しいのはまっすぐなんですよ。ピタッと目を。ピッと張るということが非常に難しくて、だからやっぱりこの点やぎ、お灸やぎの箇所、それからピッチが違うだけなんです。だから曲がりっていうか、単純な二次局面、まあ模造的な三次局面の方は、実は作りやすいっていうか、やりやすくて、岡田さんのように、もう闇がピッとまっすぐだと言われると、そこはかなり技術は要するんですよ。だからまあ、難しかったですよ。ただ仙台メディアテイクの時もやはり溶接量、まあ、全溶接でしたから、その時に沈むというところもありましたけども、あれはメディアテイクは100メートルぐらいの角なんですけども、溶接して沈むのは当然なんですよ。熱収縮で沈んだり変形したり、だから、まあ、変形量を抑えるためには溶接順序ですね。それからどうしてもそれだけでは変形はしますから、ならばどこをどうしたらいいかっていうところを考えるのがまず最初です。それから、まあ、作り方ということと、あと施工の方法を考えていく。つまり、この、まあ、面で形成するから、まあ、船はそもそもですね、まあ、応力外比、応力を外比で受けると、まあ、要するに外国で受けるんですが、先国という形で。ただ、先国だけで、まあ、要するに潜水艦のようにそのままでいいんですけど、どうしても開口部があるので、断面欠損が出てくるので、ですから、まあ、ロンジ材、フレーム材を入れるというふうに内部に入れます。まあ、そういう部分が船でいうと、二重底構造になって、下をガチッと押さえると。まあ、つまり、まあ、船というのはセミモノ構造なんです。で、最初の図面に戻してきた。ほんで、このフォルムってどうやって決めてるんだということになりますけども、はっきり言って、船の前の方は、これは、流体力学上は増波抵抗を少なくするためです。それから後ろの方、船尾の方は、そこに推進機、まあ、プロペラがありますから、プロペラとラダーがありますから、そこに、流体の流れを軽まずを押させないような形でスムーズに流していくと。そういうことによって、プロペラに対して乱流じゃなくて、送流を流すことによって、プロペラ効率、推進効率を上げていくと。こういうふうになります。それは推進抵抗という考え方。あとは、まあ、船は、まあ、ヒール、ピッチ、ロールと60度の、まあ、動きしますから、そういうところは今度は運動性能なんですけども、だからこの境界面上に入れると、どうしてもその防水型の潜水艦の方が、まあ、単純なんですよ。また飛行機の方が単純で、境界面上に入れて、そこに入れるから、波という、どこが一番外力。それからあとはまあ死刑になってくると、この船がこう60度にぐんぐん揺れますから、
そういうところでのどこが一番、まあ、石鹸を抑えるべきポイントで、ですから、まあ、いろいろオーナー要求なんかもあるんですけども、基本的には、まあ、概要を公開すると、それから転覆沈没しないというところになりますと、まあ、オーナー要求というのもあるんですけども、基本的にはそういう自然界の外力、そういう現象に対してどういうふうにして対処するかというところが、まあ、ほぼ考え方の設計でいうと、まあ、7割ぐらいは占めますね。ですからあとは3割はオーナーさんの要求というところでなるので、建築のようにこうオーナーさんの希望、オーナーさんの希望、オーナーさんの希望というふうなことをいっぱい聞くと、結構船の設計よりは大変だろうなと、まあ、私は大変だなと思ってました。だから造船の場合はもう7割は自分で決められるということです。だからまあ私は建築の方はちょっと苦手で、なかなかそれだけオーナーさんの話をまあ聞けないと。ただ我々はまあ建築家とか、まあ、構造家があって、そういうところからお話が来てからまあ参画させてもらうんですけども、まあ、地組みというのとこの面の構造、しかも、まあ、モノコックまたはセミモノコック、やっぱり地組みとこのモノコックっていう考え方ってなかなかその理解をスポットこうする人は少ないなとは実は思ってましてね。だからそこでやっぱりこうお話をいただいてもちょっと我々ではまあ理解しづらいなというところもあるので、そういう時はちょっとまあ忙しいということでお断りはこうするんですけども、やっぱりそこは私はもう生まれながらこの3次元と造船で来てましたから、そこのまあニュアンスっていうかなかなか説明もしきれないところがあって、やっぱ建築は今度はやはり東西南北で来てるので、そこのところはちょっと私の感覚とはまあ入り口が違うので、でも岡田さんのようなデザインってのはいつも面白くてね。だからまあ私にとってこうまあ波長が合うっていう人の仕事だと面白いんですけども、そうじゃないとなかなかお互いにこう理解し合うのに難しいかなというふうにまあ思ってるものなんですよ。短いですけども一応私のまあ物を作る立場としての考え方です。以上です。どうも、高橋さん、どうもありがとうございます。まあ、高橋さんがいないとですね、日本の局面構造がなかなか難しいところがあるんですけども、ちなみに私も仙台メディアテイクの設計に関わっていてですね、現場は出てないんですけども、池田さんと、鈴木明が大変お世話になりました。まあそこでですね、まあ、みんな聞きたいことがあると思うんですけど、まあ、建築難易度高い割にはですね、非常にある意味儲けは少ないかと思うんですけど、鉄骨のコスト的なところは高橋工業がやるとしたら、その都度物を見て変わったり、そういったところあるんですかね。あ、そうですね。あ、いやだって一品作りだし、一辺作りなんですよね。で問題は、まあ、衣装という衣装デザインをどうやって具現化するかというのは構造なんですよ。いろんな構造家がいますけども、やっぱりいろんな考え方があって、そこに我々レベルの方がついていけるかどうかの話であって、これはいけそうだなと思えばいけますし、また逆に言うと物を作る立場からそこの出ている、ここはこういうふうにした方が衣装デザインは表現できますよという話をした場合に、建築家の方で、あ、なるほどなというふうに理解してくれる人と、やっぱりそうじゃない人がいますね。まあ、それによってコストが違うということです。そうですよね。はい、一概にいくらっていうのは言えないですよね。岡田さんはそれはね、よくこうやるときにデザインそのものをね、その時も私はこれはこういうふうに、ダメなものはダメって言うんですけども、こういうふうに変えたらどうなんですかっていうと、なるほどなと、合理的に物を考えてくれますから、いいなと。で私は建築に来た時に一番最初にお会いしたのはね、早稲田の石山さんなんですよ。
石山先生。あ、リアスアークですね。あ、そうです、そうです。その時に初めて建築家という名前も知ったし、ゼネコンという名前の呼び方も初めて分かったんだけども、石山先生はそもそも図面なしで始まってスケッチですから。おい、高橋、こういうふうなものできるかと。まあ、要するに30曲目は書けないからスケッチなんでしょうけども、私はそれだけで十分で、で、あとはサイズがどうかという時に、例えば人の大きさ、人の絵をちょっと巻きに描いてもらったり、あとは石山先生はもうイメージですね。そうしてもらったもん、石山先生のあのイメージのライン、あの絵っていうのは、うんと分かりやすかったですよ。なかなかすごいですね。あ、やっぱりその辺が建築と造成の違いっていうのがよく分かる。うん、それじゃないんですけどもね。だからあの今一生懸命あの、なんていうんですか、一生懸命こう図面をCADで描いたり、いろいろこう、まあ、いろんなデータベースで描いてるけども、その描いた内容のシーンが分からない。石山さんの場合は一生懸命あの消したり描いたり、こうだんだん分からなくなって破いてしまうけども、石山さんも。そのあたりのこう何をこう苦労してるとか何を出したいのかっていう、まあ、手あがっていうかそこのどこが分かるとやろうとしてることがちょっと理解ができる。あとそれから次元が長くなってくると分からなくていいことまでも分かってくるので、だん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 余計なこと言うなって怒られましたけども。だから何ていうか何をしたいのかっていうのをこう理解するのが難しかったですね。あ、その点石山先生は理解しやすかったですよ。逆に言うと単純だったのかもしれません。石山さんはやりたいことだけやると。ありがとうございます。はい、そういうことです。面白い話です。いやいやいや。先生どうですか、時間結構4時。あ、そうそう、ズームから意見、僕が最後のコメント。あ、分かりました。僕が最後の、3名の先生方からですね、非常に面白い、レクチャーをいただいたんですけども、会場といいますか、ズームの方から、せっかくなので、こういったこと聞きたいなというのがありましたら、チャットか挙手でですね、開けてもらえるといいんですけども、いかがですか？和田先生、カテナリーはチェーンしてきてますね。そうですね、和田先生の本が入れてすっげえですっていうのも、はい、和田先生早かった。うん、まあ、カテナっていうのはね。あの祖先像、イタリアで祖先像がたくさん地震で壊れるのを、右の壁と左の壁をチェーンでつないでキュッて引っ張るのをカテーナって言うんですよね。まあ、あの、まあ、そんなんでたまたま知ってただけなんですけど。せっかくなので先生何か。でも、まあ、やっぱり高橋先生って偉いなっていうのが私の印象で、まあ、ここ、まあ、ジャス構造技術者協会の審査委員長っていうのに3年か4年前にやったんですけど、まあ、かなり著名な若い構造設計者が実験しましたって目の前でグラフ見せてくれて、ちょっと縦軸と横軸の意味わかんないんだけどって聞いて、なんか白のもどろになって、ところで実験見に行ったんですかって言ったら行ってませんとか言って、まあそういう人たちが建築にはいっぱいいるんですけど、まあ、設計から作るまで全部できちゃうっていうのはすごいなと思って、まあもう私も見習わなきゃいけないと思うし、あのこう A フォーラムに来られる方も、実験やったって言ったらやっぱり自分で現地に行かないとダメだなと思います。まあ、高橋さんのようなエンジニアが建築にもっと増えなきゃいけないなと思いました。あと最初の2つはとても面白かったです。 ありがとうございます。小田先生ありがとうございます。細澤さんですか。ホットキノコの作り方をもう一度教えてください。細澤さんありがとうございます。
佐藤さんいかがですか。作り方って何のことですか、ね、施工方法ですか。いや、普通はですけれども、はい、佐藤さん非常に面白い話ありがとうございました。佐藤さんの話いつも大変興味深くて、今日も非常に興奮して、聞かせていただきました。ありがとうございます。で、海底広場4メーター3があるんですけども、はいはい、この4メーターというのはそういう形状で作ったのか、平らに作って4メーターになったのか、それは半分のところの曲げのとか、はい、それによって応力がいろいろ変わってくるので、はい、どういうことなのかなと思ってちょっとお聞きしたいなと思いました。50メーター、80メーターあります。これと映ってます。映ってます。50メーター、80メーターありますよね。はい。で、そうすると中央部分はほぼ平らな板を垂らすだけでこの形状になります、ね。はい。で、角だけやっぱり円錐形に曲げたのを持ってきてます。ああ。はい。なので、まあ、できるだけ小さくするっていうのは、ディスカッションしてこう考えたんですが、この角部ですね、だけは、自然に垂れたのではなくて、組成化させて曲げて持ってきてます。あそこの、アースアンカーの引っ張り力とか、それによっても、ダムの回転角違ってきますから、はい、はい、はい。この4メーターっていうのが変わってくると思うんですけども、4メーターを目標でやって、作って、その結果、本当は4メーター20になったのかとか、はい、そういうの、どういう4メーターだったのかなと思って、ちょっと。中央で4メーター垂らしますが、温度と風と、上下動の地震と、全部こう鑑みると、はいはい、最大こうプラマイ20センチの上下を許してるんです。はい。で、実際そのジャッキダウンした時には、何センチ下がったの ?8 センチほど下がったんですけれども、最終的な、サグナ体ちょっと覚えてないんですが、今お話したそのプラマイ20センチの範囲内に収まってます。ああ、そうですか。はい、はい。ジャッキダウンした段階では8センチぐらいなんですね。8センチぐらいになれます。マックスで。はい、はい、はい。ごめんなさい、長くて。たぶんとも、境界で圧縮が出てきて、ええ、そこをこう、炙ったりしてますよね。はい。で、それによって応力が解除された変形っていうのも、いくらかこう増えたとか、そういうような。炙ってるところは、たくさんのこう鉄板をこうやっぱり溶接してるので、どうしてもこう、まあ、うまいこと、まあ、順番は考えて、はい、やってくださったようなんですが、ところどころやっぱりちょこっとポコンと膨らんでるんです、たんですけど、はいはい、そこを炙って、矯正してる。あ、で、矯正したところ、ちょっとまあ、張力の分布が、変わってるかなと思いますけども、そんなに多くはなかったので、安全率の範囲内だろう。先生、保護されますよね。で、そのためにもまあ、9ミリで、本当は9ミリでもいけるところを12ミリでやってるっていうのは、かなり安心要素ですね。はい。細かい話でごめんなさい。まあ、多分細澤さんと佐藤さん今後も会うかと思うので、ぜひ詳しく。はい。すみません、申し訳ございません。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。会場、こちら会場なんですけど、どうですか、大野さんとかなんか、鉄骨、かなりやられてますけど。ありがとうございました。おそらく佐藤さんにいろいろ聞きたいんですけど、また会うので、その時にいろいろ聞かせていただきたいなっていうので、まず岡田さん、ありがとうございました。で、やっぱり高橋さんもおっしゃってましたけど、やっぱ水平面を作るっていうのはどれだけ大変だったっていうのが、やはりプロジェクトを象徴してるなんですけど、やっぱその構造の設計もそうだし、いや政策の部分でもやっぱりまっすぐな線を作るっていうのはすごく難しくなるんですけど、それに応じてやっぱりサッシのディテールだったり、そういうところでも
通常通りにはいかなかったんじゃないかなっていうのをちょっと思っていて、そのあたりのその先端13センチっていうのに収め込むための工夫、あるいはその鉄のこう挙動だったり、そういうものに対して工夫した、なんかこう、二次部材というか、サッシ側のディテールなり、そういうことって。うん、あのね、はい、地震時の、変異が 2.37 センチ。だから23.7 ミリだったんで、うん、飲み込みは十分可能ですよね。50ミリぐらい飲み込み取ってもう十分にゆとりがあるでしょ。うん、だからガラスが、要するに、まあ、それは想定外の地震が来たら別だけど、現行の、うん、まあ、基準においては全然余裕なんですよ。うん、だから、なんでだから先端であれだけ絞れたかっていうのは、カテナリーを使ったからですよね。で、最初に言った通り、薄く、構造を薄、なんだろうな、正直にやれば分厚くなっちゃうんですよ。それなりに、僕らは重力に通して物を作らなきゃいけないわけだから。だけど、薄く見せる、そのタクティクスが、そこに知恵があるかどうかだけでしょ、問題は。だって、抗わなければいけない原理はみんな平等に持ってるわけですよ。その中でどうやってそうでないように見せるかっていう、まあ、いきなりマジックみたいなもんですけど、そこの英知を建築家は持つ、どこで手に入れるかですよね。あとどうやってそれを、はい、なんて表現に、ね、まあ、転化していくかっていうか、そこなんだと思いますけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、岡田先生、なかなか国内のレクチャーはなくて、貴重な機会だったんですけども。なんでないんだろう。最初は。いや、いいね。もう忙しいから、もう。でも建築家にとってイメージが重要って非常に、なんかさ、ね、いい。はい。まあ私も斉藤先生の授業で、建築家にとって重要、まあ建築を作るときに重要なのは、まずはイメージがあって、それをどうやってテクノロジーの、初めて知りました、ね。そういう話を聞いてですね、ああ、なるほどなっていうふうに思いました。でもね、フランク・ロイド・ライトもね、そんなこと書いてるんですよ。ちゃんとした建築家に寝たかったら、最初に非常時や鉛筆を持ってます。最初にまず、イマジネーションを豊かに持ちなさいっていうことを言ってます。ちなみに言っとけば。で、それは僕は、後で分かったんだけど、すごくやっぱり、あ、そうなんだと。それに、プラスアルファ、歴史のイメージ、歴史をかなり学ばれてるっていうところは重要ですね。やっぱりね、いいですね。今になってようやく分かる面白みってあるよね。やってる最中って、大変なんですけどね。墓場の中に閉じ込められちゃったりね。いろいろしたんですけど、今思えば本当になんかもうその時にはいっぱい回ったしね。いろんな年を。ああいうのは焦らないですよね。よろしく、どうも。はい。ありがとうございます。よなさんありますか、ね、大丈夫ですか、はい、あります大丈夫ですか、ふの先生が。ふの先生。あ、違うんですか、ふの先生ですね。歴史なんですか、久野さん、はい、どうぞ。久野先生、一言ありますか。ですね、いや、三方、私、存じ上げてて、佐藤美さんには、コンペの場面で出会って、この間、僕は関係なかったですけど、徳島の、文化センターかな。聞いてましたけど、佐藤さん、コンペやるとね、大体2チームぐらい参加されてる。すいません。僕は委員長というか、座長やってた時は、お前、どっちがいいんだっていうことを質問したことがありますけど、はい、すごい楽しそうな、というか、僕も、なんていうの、生まれ変わったら、佐藤さんみたいな仕事したいな、っていうのは、聞いてましたけど、まあ、A フォーラムで、斉藤ハム先生と、今日は神田さんも、和田先生もいらっしゃいますけど、ちょっとだけ、昼寝してて、
ご相談ありますけど、とにかく岡田さんとは僕滋賀県立大学同僚だった時代があって、すごい期待してる知見もあるし、すごいクライアントもいるし、そのすごいの作るって、今日もとにかく斉藤先生がものすごい興奮して、すごいことやってるとか言って、だから今日は絶対、まあその A フォーラム行こうかなと思ってたんですけど、そこで飲むと帰れなく思って、日本で講演呼ばれないっていうよりも、全体に言いたいのはですね、まあ、YouTube で配信っていうことらしいですけど、これ、僕は多分構造じゃないし、こういうのもね、みんな、もっと90人目いっぱいでも、100人目いっぱいでも、若い先生方が、聞くべきだっていうか、聞くと今最先端の、まあ、鉄のデザインっていうのは今日ですけど、これが一番、まあ、授業サボってもいいけど学生はこういうの聞くんじゃないかなって思って聞いてました。それと高橋さんが今日出て、いろいろまあ、あれは東輝さんの竹の、はいはい、お世話様でした。いやいや、でもう怒られたりです、ね、いや大変でしたけども、まあみんな、僕が近くにいたんですけど、石山が最初だったって話も、まあ今日再確認しましたけど、建築家にとっては高橋さんとの出会いっていうのはすごい良かったなって、多分、高橋さんのコミュニティでももうちょっと建築の多分お弟子さんとかそういうのいらっしゃるんで、まあ、鉄を使ったデザインでもっと楽しい世界を広がっていくな、いくといいなと思いました。で、それで、まあ質問はお三方にいっぱいあるんですけど、まあ時間がないでしょうかあれですけど、高橋さん、なんていうか、一つだけ言うと、高橋さんの方から建築に寄っていただいてるみたいな感じがしますけど、今日の懸垂線のカテナリーの話もそうですけど、ひっくり返してデザインするっていうのは結構一つの可能性があるのかななんて思って聞いてました。長くなりますので、この辺でやりますけど、僕はとにかく、お三方と、それと第1回、KD 研究会の第1回ということですので、参加させていただきました。ありがとうございました。どうも。はい、どうもありがとうございます。はい、それでは皆さんどうもありがとうございます。あれ聞きたいです。高橋工業の高橋さん、ちょっとすみません。ミュートで。あ、久野先生からのコメントといいますか、質問答えられます。話が思って分かりませんでしたね、質問が。高田さん、すいません、通訳お願いします。通訳、その多分言わんとする質問の内容は何でしたっけ。まだ多分ふのさんお酒入ってないはずですか。いやですね、コーヒーカップに焼酎入れながら参加した。なんでしょすみません、すみませんが、じゃあ今度改めてまたお願いします。はい、それではすみません、どうもありがとうございます。じゃあ斉藤先生、最後すみません一言よろしくお願いします。はい、どうもお三方、ありがとうございます。今日は KD 会パート1ということで、ちょっとドキドキしながら企画しましたが、まず岡田さんも頑張ってかなり短い時間で収めてくれまして、欲求不満のようですが、また次回をですね、計画したいなと。質問はいろいろあるんですけども、ちょっとそれはまた
これ終わってからでいいんですが、ちょっとコメントというか感想だけ、ちょっとお三方に言いたいと思うんですが、まず岡田さんの今日の話は、まあ、とにかく現物を見たってことは私大変ラッキーだったと、まず思っています。奥さんもご同行させていただきまして。で、岡田さんは前の清里のアートギャラリーの時も、ふのさんとお邪魔したり、陶器さんと2回ほど行きましてですね、私自身はもう岡田ファンで、なかなか会えなくてですね、日本にいないような感じだったんで、今日はとてもいい話でした。まあ歴史的なことですごく眼軸深いってことは知ってましたが、本の20行ぐらい、今日20分ぐらい喋ったんで、とても私も歴史はまあ興味あるんで、勉強したいなと思っています。ただ一つだけやっぱり気になるのは、その、カテナリーと、先端を絞るってことは、なんかちょっと、話としてはまた別のストーリーかなという思ったりしてます。それから、やっぱり見てよかったのはですね、外側の V 支柱はですね、普通今のアーキテクトは、透明感を出そうとすると、どっかに耐震液を取って、前方に出てくる柱をひたすら細くしてやるわけですけども、それはそうじゃなくて、まあ、ビオレディックの話もありますけども、あえて V 字にして、その透明感、しかも耐震的なことをやるという、この取り組みはあんまり今までなかったんじゃないか。それで今日はディテールの話までいきませんでしたけども、その V 字を作ってる、やっぱり絞り込みのアングル材がですね、全体のジオメトリーの話もありますけども、ディテールの足元のその吸い込み合わせ方と、上に登ってあった時の高縛りとの吸い込ませ方が、これすごいんですよね、これ実はね。今日は語り尽くされませんでしたけども、ぜひ皆さん機会あったらまた見てほしいんですが。それともう一つはですね、岡田さんが最初に強調された、その屋根を浮かせたいと、これとてもいいキーワード。でそのために、高橋さんにもアドバイスもらったかと思うんですけども、格子のプレートの上にですね、小さい砲立てをかませまして、そこの上に屋根をこう乗せてるんで、本当に言いますとですね、まあ、向いてる感じがすごく、なんか格子張りって普通、梁が邪魔してるんじゃないかと思うのはそうじゃなくてですね、まさに屋根のストラクチャーが浮いてるっていう感じだって、この辺は、まさに、まあ、構造設計をね、大阪の方、いただいたっていうこと。あれでも、高橋さんの知恵なんですか？そうですよね。高橋さんアドバイスされたことで。高橋さんは結構もう、ディテールも、デザイン的なこともすごいなというふうに思ってまして、改めて簡単いたします。ありがとうございます。それからですね、まあ、いろいろあるんですけども、佐藤さんの話はですね、やっぱりこれができてからもう随分時間が経ってですね、まあ10年近いプロジェクトと、それができてからもう1年近く経ったんだと思うんですけど、とにかく、コロナで学園に入れなかったってことでですね、非常にもう少し多くの方に見てもらいたいなと思いますが、やっぱあそこ行くとやっぱり海東工房のですね、最初の石上さんの小西さんとやった、まあ樹木のようなですね、あれが四角いボックスのがあるんで、あれと対照的な今回の要するに、懸垂曲線。まあ、あの辺のことを本当は石上さんに、まあ、いろいろ聞きたいなという思いもありますが、これまた長くなるんで、今回は、やりましたけども、まあ、いずれにしても、あれだけのプロジェクトを建築家とやるためには、最初の基本構想ってやっぱり相当大変だったと思うんですね。構造的に成り立ってもですね、本当に鉄板で行くかという逃げ場のないところですから。まあ、そういう意味では、画期的な仕事だと思いまして、これからますます皆さんに知ってもらいたいなというふうに思います。最後に、高橋さんありがとうございました。ありがとうございます。実は金曜日に NHK テレビ朝ドラが終わりまして、これ気仙沼の裏舞台でした。私朝ドラファンですね。高橋工業にも5、6回お邪魔したり、はい、ありがとうございます。会社も行ったりですね、時々美味しい、お酒とお魚、魚をごちそうになりました。まあ、気仙沼の朝、毎朝見ながら高橋さんを思い出しまして、まあ、復興の中からですね、ここまで元気に立ち直れたことを本当に嬉しいなと思いだとともにですね、やっぱり高橋さんはもっともっと腕を振るう世界をですね、我々も勉強して模索したいと思います。ということで今日は鉄のデザインということで、
ある種 の、 あの到達点もありますが、私はこれキックオフだと思いますので、ぜひ参加者ますます頑張っていただきたいということで、パート1の今日 の、 企画をですね、お会いしたいと思います。多田さん、はい、あとすみません、ちょっと、2枚ほどちょっとスライドを見させてください。前回、毎回ですね、お話ししますが、この A フォーラムでですね、まあ、本来学会からスタートしたアーキニアンデザインというコンセプトでしたが、これをなんとか形にしたいということで、アンドショーというのは昨年作りました。55件の非常に魅力的なプロジェクトが集まりましたが、おそらく今日参加のお二人もぜひ応募しなくちゃいけないなと私は思ってますが、審査員を少し悩ませていただきたいと思っています。で、ぜひ皆さんお声掛けいただいてですね、ここにジャンボ鯉のぼりの川口先生の、素晴らしいイマジネーションとテクノロジーの結合がございます。こんな風にしてですね、やっぱり建物をただ作ったということではなくて、そのやっぱり、基本構想から実際の実現までのプロセスっていうのはやっぱり非常に大事だと。まさに今日のお話そういうことでしたが、まあ、そういう力点を置いたですね、ことをぜひ出してほしい。個人でもチームでも OK ですし、重症でもありますので、ぜひ、この活動を力づける意味でも応募していただきたい。ただし選考委員長は私じゃないんで、昨年堀越さん、今年は福島さんにお願いしまして、磯さん、東輝さん、お三方が参加しておりますので、ぜひ選考委員を悩ませるようにですね、いい作品を出してください。これ学会の大ホールでプレゼンテーションを行う予定でおりますので、日程を確認していただきたいと。それから最後の1枚はですね、次回の案内ですが、今日がパート1の第1回ということで、一応鉄ということだったので、まあ、素材に注目して、まあ、鉄も佐藤さんの今日のプロジェクトはメンブレーンなんですけども、まあ、どちらかというと、パブリックのですね、あるいはフィルムのメンブレーンということで、いわゆる膜構造、膜建築、まあ、その空間と構造ということで、今お三方、熊健吾さんの、あちやさんにですね、まあ、一緒にちょっとしたプロジェクトを、まだアンビルドですが、やっておりました。それを紹介していただいたり、熊健吾事務所も膜に対して非常に興味を持ってますので、ぜひ紹介していただこうと。西谷さんには、最近、ここに至る最近の日本のですね、膜構造の動きみたいなことをですね、まあ、ゼネコンの立場から、最近のプロジェクトを通したご紹介をしていきます。で、最後の太陽工業は、まあ、日本の中で今まで、前回の万博からですね、ずっと開拓してきたこの世界、今一つその膜に対する認知度というかね、理解度が非常に足りないので、なんかその適材適所ということですね、もうちょっと膜の素材をですね、知ってもらおうというふうに思いますので、これを第2回、12月8日に行います。それがパート2というのはですね、これは空間構造の軌跡をたどってますが、まあ、第3回ということですぐ来ちゃうんですが、やっと今まで過去のことを喋って、やっと私の大学時代の話をしようかと思いますが、まあ、その時出会ったバックミンスフラーとスペースフレーム、特に総理先生が愛媛の RC のドームからですね、アルミのスペースフレームという世界に踏み込んだ、その、まあ、状況、日本の状況であるとかですね、まあ、それからフラーが、まあ、どんな人かという一面をですね、ちょっと紹介しながら、やっと1960年ぐらいにたどり着けるかなというふうに思います。またぜひご参加いただきたいと思います。ということで、今日いろいろ、Zoom あるいは YouTube 参加の方々ありがとうございます。また、ぜひご参加いただきたいということで、多田さんじゃ締めてください。よろしくお願いします。はい。先生、ありがとうございました。ぜひ次回も参加よろしくお願いします。それでは、本日の、KD 研究会パート1のですね、第1回を終わりますが、お三方のですね、岡田先生、佐藤先生、そして高橋工業のですね、高橋代表の3名の方に拍手を皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、また次回よろしくお願いします。
失礼します。ありがとうございました。どうもありがとうございました。久保さん、ちょっと、記念撮影。久保さん、消して。ミュートになってる。配信いたします。